嬉しいな。出れます。メンツおもろそう。戦いたくねえ、高木とー。緑の悪魔を倒さないとな。闘技不在のリドル。ごちゃ混ぜシャカさんベガー。シアルカップ出た見るか。ほんとだ、シェアルカップ出てる。いや、シェアルカップちょっと嬉しいな。出れます。やっとこさ、出れます。えーっと、私はチーム03ですね。生じゃ俺、こんにゃら、おいたん、果樹。 いや、おもろそう。メンツおもろそう。死ぬほどメンツおもろそうなんだが。てか、CR カップの写真、俺、いつまでこれなんこの、しかもこれ、リスナーが俺の写真を加工しただけだからな。まあ、多分この順番は関係ないと思う。CR ってなんか、CR カップっていつも、なんか戦ってから順番決めるよね。いや、潜在あるんだけどね。まあ、別にこれでもいいかな。わかりやすいだろ、これだったら。一人だけ画面パンパンの。いや、まあでも。 組み合わせと、まあ、MR 的にあるのは、高木ドンさん、ありけんシンが副唱になる可能性は、まあ、だいぶ高いよね。高木先鋒、俺も先くわじゃんあ、ザケなまあ、全員マッサーだよね。いや、でもこれ、高木、戦いたくねー戦いたくねー高木とー、やだーまあ高木ドン・ピシャ・ありけんシンになるんじゃないかなと思ってるけどね。まあ、でも、生じゃがい あのねいやでもそのもしその組み合わせになったら高木には負けるけど俺ドンさんとシンジにはいけるんだよキャラ的にでゴーキが来てもまあいけるいやクズ派が副勝で出てきたらゴーキ対策まあまあゴーキは1600まで一応触ってるからわかるいやむしろシンジの方が怖いけどな副勝全員リドル3人いったらクソおもろいけどなドグニャンはベガ3日でいや無理でしょ 3日でしょきつくないオッポの可能性まあまあどうだろうね。ホンダで来るならワンチャン。いやまあでも副賞はないと思うな。さすがにドンさんが一番強いと思うよチームには。シュート以外で見たら。いやてか高木がチーム1崩さないとな。緑の悪魔を倒さないとな。これ CR4 人目さ。いやもう。え、でも。えあんのガチ強くないか。まあ高木、ドン。 アリケン信者としシャカさんササさん生じゃ、クズハで X キーおぼうこんにゃらレン君かないやでもかなかな強いドワイワイさんも強いからなカルビーもマスター行って強くなってるからなちゃんとプッサーもこちょっと先方先方分かんないねクズハの負担がえぐいいやでもシャカさんササさん生じゃクズハだったらでもいい感じなんじゃないだってクズハって1700ぐらいあるよね合気。号機 いや、俺も変わりたいけどな。ぐっちゃぐちゃに。おぼほん、いや、おぼほんだじゃない最近やってるって聞くよ。ホンダま、コーチは取り召しさんになりそう。いや、俺は、この並びで、ダルシム使わずに別キャラ使えって言われるかと思ったけど、なんか、どういう風な並びでもいいらしいから。高木ヘイドとブランカどっちだろういや、ブランカだろ、さすがに。いや、てかさ、高木ドンさん、 俺、シンジってなった時にさ、ブランカ・ダルシム・ザンギエフ・ガイルとかいう個性、あまりにもとんがり個性のドンさんがかわいクソだるいぞブランカ・ダルシム・ザンギはだるいぞストッツ。 副将スト2にななるる可能性あるなまあ、俺とシンジと高木がよく戦ってるから、お互いの手の宇宙が知ってるからね、めっちゃいい読み合い回りそうだけど、同技不在のリドル、全員、全員少し、少し曲がったキャラを使ってます。俺、ドンさん高木に勝てると思うよ。あのね、ガイル・ブランカ、めっちゃきついよ、ブランカ。 ちなみに私ドンさんキャラ隊めっちゃうまいし仕上げてくるタイプだから多分俺とシンジのは戦ったことあるからあん、ま、ダルシムとかの対策はもう終わってると思うから多分一番対策するの高木じゃないかなもしドンさんが副勝で来た時にでなったら多分俺全然ドンさん勝てると思うけどなガイルガイルブランカマジガイルがきいやじゃブランカがきついし。 まあでも、ラボモンスターだからね、高木も。多分俺と信条は置いといて、多分一旦ガイル、一旦ガイルの対策すると思うな。そうじゃん、VDK リリーだし、リドル終わってるのは終わってはねえだろ、別。いいだろ。道義なんていらねえんだよ。王道派ふざけんじゃねえ。俺らはリドル人とはちょっと違うことをやってのける。そこにしびれる、憧れる。まあでも、中堅は、多分レンキュン、こんにゃら、おぼ、ここがどうなるかわかんないね。 プッサンがこっち来てもおもろいしキイさんが先方行ってもおもろいからそこはわかんないけどいやーマジこれマジ奈か頑張ろうなこんにゃらいやーでも次の CR の、まあ、まあもうな並び的にも <laughs> これガチおもろくないこれマジおもろくないもうこのこれもうさ最近 CR に入った人たちの中に一人だけまだまだこの CR の絵になってない ぼんちゃんがいるのいやでもシンジシンジクズ派かまあでもシンジが副勝来て釈迦さんササさん生じゃクズ派で戦うの見たいけどなその強さ関係なく見たいってならメンツ的にはなめっちゃおもろそうじゃないハリケマシンに読まれて負ける。まあでも 大会ってなったら俺絶対近づかないけどなもう残儀にはマジで冷たく戦うけどなまあでも俺ねドンさんにも全然負けるんだよなマジで強えんだよなドンさんドンさんのガイルマジでしあのね村長が憑依してるマジでドンさんマジで戦いずれんだよなやっててルール的にあてかなルールとかもう出てんの全然見てないんだけどあおじいが言ってんだへえいやまあでもリドルで集まってもおもろいんじゃないだってリドルで集まって副賞リドル多すぎ っってなってなで、ドンさんかわいそうで、なんか、1個笑いが起きそうだしさ。多分高木ドンさん、俺、信じたらめちゃめちゃいい試合見せれそうだし。で、中堅でシャカさん、サ,ササさん、生じゃくず派だったら、煽り合いとかもあってクソもろそうだしな。なんか、一番綺麗に収まってそうではあるけどね。ドンピシャリドルカに <laughs> 挟まれて。<laughs> ありだな。てか、高木、お前、リアルの顔のそれはお前。なにこの顔あいつ、顔。 いいんだから顔出せよな。シンジが中堅いや、無双だよ。というか、正直、シンジ俺、高木が副将中堅いったら、多分ね、あ、でも、全員でいけばいいんだけど、一人でも違うとこいったら、無双しそうなんだよな。シンジマジ強いぞ。いや、並びぐちゃぐちゃえ、どうなるんだろう。マジでぐちゃぐちゃにしていいなら、超楽しみだけどな。でも、ハリケーンはおぼと当たると、ホンダ出されるだろう。あ、まあホンダはいける。ホンダは言うて、俺、やったからちゃんとランクまで負けすぎて。え、でも、さすがに強さ順でしょ、並びは。もうじゃない やばいゲームになるよさすがに強ごちゃまぜ暗黙の了解だよなさすがにだってお前これで先方アリケン・ダルシムヨガとか言って出てきたら俺マジでもうこれからストリートファイター人生ずっとヒール役でいなきゃいけないよもうガチのトンパよそれもうどんどん鼻がブーンってでかくなっていって髪の毛がボサボサボサ,ボサっと入ってきて大腫れ者大トンパになるぞ俺さすがに強さ順でしょアリケン・ダルシムなんだからちゃんと考えるなんでだよ ダルシムなじゃねえと考えないといけないんだよ。カルビガン処理したら燃える。いや、逆に燃えない。カルビガン処理は。レン君ガン処理は、俺が死にたくなるからやだ。仲良くいたい。冷たいダルシムで圧勝いや、応援されるかどうかだよな、ダルシムが。でも、俺のキャミー使いが味方にいるから今回。安心、安全、マジで。マジで安心、安全。果樹、キャミーが味方だからね。考えなくていい。めんどいからこの並びってなったら。 この副将が俺めっちゃいけちゃうんだよね。あのジェイミーは微妙だけど、ザンギ・マリーザだよ。あまりにも俺いけすぎるんだよな、さすがに。いやでも高木、まあでも、生じゃと高木はしついからな。 まあ、ドンさんだと思うわ俺結構鍵になってくるのはマジでドンさんがいかにどう戦うかでマジ変わりそうだけどなシャカさんベガいや俺もやりてえベガ並びこんままでお前ベガ使えって言われたい俺俺クソ頑張るよ3日間アリケンベガ先鋒勝てるぞ多分でもまあまあそんな感じですわどうしよう俺トパちゃんみたいみんな配信終わっていい <laughs>